日本共産党の田村貴昭です。インボイスについて質問します。財務省はですね、制度説明を尽くしていくと、理解を求めていくということなんですけども、それが行われていない事例について今日はまた質問したいと思います。日本タバコ産業株式会社 JT がですね、全国のタバコ農家に対して葉タバコ農家に対してインボイス実施後の契約金額などの説明を各地の組合を通じて行っています。これある県のですね、農家の話です。葉タバコ農家の話です。葉タバコ代の支払いにあたり、従来は免税農家には消費税額分相当を上乗せした税込み価格で支払ってきたが、2023年からはインボイス登録をしない免税農家には消費税額分は除いた税抜き価格で支払うと説明してきているそうであります。大臣、また出てきたじゃないですか、こうやってね。これ同じ説明を JT は今もしているんでしょうか。財務省斉藤理財局長。お答えを申し上げます。JT の葉タバコ農家に対するインボイス制度の実施に関連した説明について、私どもが JT から聴取した内容以下のとおりでございます。昨年の8月段階でございますけれども、JT から全国タバコ工作組合中央会に対して、本年の10月1日以降、すなわちインボイスの実施以降ということでございますが、その葉タバコ工作者との取引について、免税事業者に対しては、JT として消費税相当額を支払わない対応とする旨、一旦説明をいたしております。その後、インボイス制度導入時の影響緩和にかかる社会的な動向を踏まえ、免税事業者とのお取引に関して、仕入れ税額控除の経過措置等を考慮した消費税相当額の支払いにかかる対応というものを改めて検討を行ったと。具体的には、JT は免税事業者である葉タバコ工作者に対して、本年10月1日から令和8年9月30日までの3年間においては、消費税の 80% 相当額を支払う。また令和8年10月1日から令和11年9月30日までの次の3年間でございますけれども、消費税の 50% 相当額を支払うということとし、先日5月31日でございますが、全国タバコ工作組合中央会と協議の上、各タバコ工作組合に周知をした、このように聞いているところでございます。田村貴昭君。5月31日に周知ですか。もうこういうテンポですよ、大臣。だからね、誤ったメッセージが伝わるわけですよ。消費税額分は除いた税抜き価格で行いますと。農家これびっくりしますよね、葉タバコ農家。だからこの誤った説明のせいで、多くの葉タバコ農家がインボイス登録をしてしまったんですよ。課税登録してしまったんですよ。で、経過措置のね、話が出てきて、じゃあ8割控除、5割控除はあるので、じゃあその分については、控除額に応じて支払うと。これが今の説明です。だったら、この控除期間中は免税業者でありたいと思うのは当たり前じゃないですか。だから慌ててですね、その登録取り消しの書類も持って、また説明に伺っているという状況なんです。大臣、これを混乱と言わず、何と言いますか。JT というのは、政府が一番の株主でしょ。そして JT は財務省の監督下にあるわけでしょ。インボイス、そしてこの控除期間の問題、全然周知徹底されてないじゃないですか。農家の方はですね、いや本当に困っていますよ。私は誤ったメッセージで混乱を招いていることについて、財務省、これ何の責任も感じていないんですか。いかがですか。鈴木財務大臣。財務省としては10月からのインボイス導入、これをなんとかですね、このソフトランディングといいますか、なだらかにきちっと導入をしていきたいということで、先生ご承知のとおりのさまざまな周知徹底をいたしましたり、経過措置を取りましたり、さまざまな予算的な措置を取りましたりしているところでございます。そういう財務省の立場からして、今ご指摘のような、そういうようなこの、JT のことを例に挙げられましたけれども、タバコ農家とね、そういう例が先生がありましたけれども、こうしたことがあるということは、これは遺憾なことであると、こういうふうに思います。いずれにいたしましても、財務省としてもいろいろな緩和策をやっているわけでありますので、その周知徹底をさらにしっかりやっていかなければいけないと、そう思います。遺憾なこととおっしゃいましたけれども、田村貴昭君、インボイス自体が遺憾なんですよ。遺憾ことなんです。 JT の説明によれば、経過措置の期間が終われば、免税葉タバコ農家への支払いは消費税を除いた税抜き価格となります。でこれでは免税葉タバコ農家が経費として支払った消費税分が転嫁できなくなってしまいます。免税農家が負担した仕入れにかかる消費税分、でこれはですね、 JA が払うことになるんでしょうか。この先どうなるんですか。そういうこと考えてますか。どうですか。斉藤理財局長。
お答え申し上げます。今般の措置につきましても、先ほどご説明をさせていただきましたとおり、JT と全国タバコ工作組合中央会との協議の上で、昨年の夏、一旦説明したものを改めたということでございます。今後の買い取りについても、JT とそれからタバコ工作組合との間で、しっかりと相談をした上で、問題が生じないようにしていってもらいたいと、そのように考えております。田村貴明君。いずれにしてもですね、タバコ農家と JT との間におけるインボイスをめぐる大きな混乱と、そして深刻な不安をもたらしているのは事実なんです。要望しておきます。財務省も JT も、こうしたハタバコ農家からの要求、そして不安、耳傾けるべきはないですか。それだけ答えてください。大臣でも。鈴木財務大臣。インボイスにつきましては、いろいろな団体、それから事業者のこの組織からも、さまざまな不安でありますとか、要望が寄せられているところであります。そういう意味におきまして、ハタバコ工作組合からも、こうした要望があれば、それは他の団体からのご要請と同じように、しっかり受け止めさせていただきます。先週の委員会質疑に続いて、ハタバコ農家とインボイスの問題についてまず質問します。ハタバコ農家に控除の経過措置があるという説明もなく、2023年から消費税分を引いた取引額にするといった間違った情報が伝わって、農家には大きな混乱を招いています。大臣からは先週遺憾の表明もありました。 JT はインボイス制度の経過措置が終われば、農家に支払う代金のうち消費税分の 10% を支払わないことになってまいります。もうそこで質問します。財務省の資料によれば、2022年に JT がハタバコ農家から買い取ったハタバコの生産額は173億円となっています。そのうち免税業者からの買い取りはいくらぐらいで、支払う消費税額はいくらになると見ていますか。財務省斉藤理財局長。お答えを申し上げます。JT に確認をいたしましたところ、昨年産の買い入れにおきましては、すべてのハタバコ工作者に一律に消費税を支払っているということでございます。このため、ハタバコ農家が課税なのか免税なのかという別を把握する必要がなく、実際にもその点は把握をしていないということでございまして、お尋ねのございました金額については、実額で把握をしていないだけでなく、例えば免税事業者の比率をかけるといったような推計を行うことも困難であるということでございます。ご理解を賜れれば。田村貴明君。分からないということなんですけれども、免税農家が2割として、そこに 10% かかるとするとですね、最大でも消費税額は17億円程度になると見込まれます。JT の昨年の決算のを見てみますと、売上はなんと2兆6578億円、営業収益は6536億円、ともに過去最高です。一方、ハタバコ農家の消費税相当分は、最大でも17億円程度だろうと思います。JT がこの負担をですね、農家に押し付けるのであれば、これは私は下請けいじめだと思いますよ。公正取引委員会が調査に入っている独占禁止法違反ではありませんか。大臣にお伺いします。JT の筆頭株主である財務大臣、こういう状況を放置されるんでしょうか。鈴木財務大臣。独禁法のお話がございましたが、一般論といたしまして、取引上優越した地位にある事業者と免税事業者との間での間で負担のあり方を決めていただく際には、取引価格の最高賞が形式的なものに過ぎず、仕入れ側の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も支払えないような価格を設定した場合には、優越的な地位の乱用として独占禁止法上問題になるものと、そのように承知をいたしております。先生ご指摘の経過措置終了後の消費税相当額を JT と農家側のどちらがどれだけ負担するかについては、JT と農家側の当事者間で協議し決定すべきこととなりますが、この協議にあたっては、先ほど申し上げた独占禁止法上の問題を生じないよう双方が納得することが重要であると考えます。 JT においてはこうした考え方に基づいて、引き続き農家側から寄せられる意見に留意しつつ、よく相談しながら対応をしていくものと承知はしておりますが、財務省としてもその状況、そのような対応になっているのか、しっかりと注視してまいりたいと思います。田村貴明君。この問題解決していない、決まっていないんですよね。ハタバコの売買というのは
これ他の農産物と決定的に違います。それはタバコ事業法で JT に全量買取を義務付けていること。だから農家は JT に売るしかありません。しかもハタバコ審議会で買い入れ価格が決定しているために取引価格の交渉の余地もありません。売り先が選べない、価格に希望が通らない、だから消費税の対策のしようがないわけである。これ農家にですね 10% のしかかってくればハタバコ農家、これも離農廃業直面するのではありませんか。でこれは一体誰が負担するのか、ちゃんと決めなければいけないんじゃありませんか。金融庁財務省いかがですか。斉藤理財局長。お答えを申し上げます。ハタバコの審議会についても言及ございましたけれども、審議会のメンバー見ますと11名のうち5名がハタバコの工作組合の代表者ということでございまして、価格の決定プロセスの中にはハタバコ農家の意見も反映されるような仕組みというのは取られているところでございます。その上で大臣からも答弁ございましたように、実際の買取価格いくらにするのかというところは JT とタバコ農家、タバコの工作組合との間でしっかりと話し合いをしてもらった上で、免税のタバコ農家であっても仕入れにかかる消費税負担のところ、これがきちんと賄えるような価格になるように言い換えますれば、 JT が優越的な地位を乱用するというようなことがないように、私ども財務省としても監督官庁としてしっかりと見てまいりたいというふうに考えています。田村孝明。財務大臣が JT の最大株主で、そして JT が財務省の監督官にあるから、そういったことができるかもわかんない。だけどね、こうした問題は世の中いっぱいあるわけですよ。何度もこの委員会で取り上げてきましたけども、仕入れ税額控除ができないから免税業者への取引価格で操作されていきます。課税業者が支払うとなればその分が増税となっていくと。この先先行きが見えない免税業者が今この瞬間にも悩んでいる。でここに対する解決策が示されていない。 JT とハタバコ農家だってまだ話し合いだと言っている。こうした問題があるんですよ。インボイスはやはり中止すべきだと思います。